はぴよー、どうもひなぴよーとくまみこでーす。ういということで続きやりましょう。赤ずきんの狼、赤ずきんと狼、あれどっちだっけ、忘れちゃった。あ、赤ずきんの狼だ。オッケーオッケー、赤ずきんの狼なんで今ネズミに出たんだ。何か僕にできることは、耳と鼻は割と自信がある。うん、髪ゆうくん動かしてるからな。そうだ、事件の手がかり、何か残ってるかも。おう、ということは、ということは事件の手がかり、ここやっぱり開かないな。ん、お、ドアの下から何かはみ出している。なんでこんなところにロープが。ほう、え、ロープ取り出せないの。あれ、なんか落ちてね、これ何、紙が落ちている。学園の入学説明会。自然に恵まれた環境で知識と教養を身につける。うん、寮を完備、共同生活で信仰を深める。うん、遠くの学校か。ロゼッタちゃん、ここに入学するのかな。9歳だからね。ね、なんでここに、これ関係あんのかな。うん、耳と鼻に自信あるって言ったな。耳と鼻ね。うん、いや、これはさっき読んだ。この中になんか、あ、本が開いてる。え、真実は井戸の底にある。行くしかない。マジかよ。そういえばここの庭にも井戸があったっけ。そこの見えない井戸ね。ねえ、やだ。何かあるよ、もう何かある。物騒だよ。やめてよ。井戸1枚2枚3枚4枚。ちょ、怖い。1枚足りない。1枚足りない。あ、1人で行くの。あ、水を汲み上げる、そんなことできるの。あれ、このロープすっごい傷んでる、投げ込んだら切れちゃうかな。あー、そういうことね。それでロープを、なるほど、取りに行くのね。はみ出してるロープを、そう、引っ張り出せばいいのかしら。引っ張り出したらクローゼットも開きそうだけどね。うん、うん、ロープ手に入れた。うん、開かないの、これでも。あ、開かないか。じゃあ、組むんだね。組むんだね。え、でも水汲んだとこでどうなるんだ。何か別のものが。うん、あ、そっか、真実か。真実が出るのか。あ、怖い、やだ。怖い、怖い、怖い。怖がり。怖い。怖いよね、井戸って。ね。はい、組み上げ。ね、びっくりした。何今の。あ。なんで包丁がこんなところに。しかもこれって血、凶器じゃん。なんでお手伝いさんの部屋にそんな真実は井戸の底みたいなさ。真実はいつも一つ、いつも一つ。待って、こっち行けないんだよね。こっちは行けないよね、危険なんだよね。うん、うん、はい。ああ、ごめんごめん、分かってる分かってる。お手伝いさんのところに行く、行く部屋、いや、まだなんかありそうだよね、いろいろ。うん、ここ入る。いやー、怖い。そういえばここの庭にも井戸があったっけ。それは言ったよ、さっき包丁を見つけたけど。こっち、こっちとか薬学、鍵かかってたよな、ここは。うん、包丁手に入れただけだもんね。あ、ここの、ここ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 どこに。おー、日記帳。今日からこのマリーさんの家で住み込みのお手伝いとして働く。家を離れるのは初めてのことで少し不安もあるが、うん、マリーさんは親切にしてくださるし、デイジーも連れてきたからきっと大丈夫だ。デイジーはあれか、ロゼッタちゃんの部屋にあったね、人形。うん、うん、家事一般に関しては母の仕込みが功を奏している。うん、厄介なのは
薬の扱いだ。まさか爆発するなんて。爆発してさっきゲームオーバーだったわ。薬品保管室への出入りは当面見送り、しばらくは薬について勉強しなければならない。マリーさんの体のことを思えば早く扱いを覚えなければならない。患ってから半年になるそうだが、よく半年間一人で頑張ってこられたものだ。すげえなマリーさん。マリーさんのお孫さんが遊びに来た。ロゼッタちゃんという7歳の女の子だ。わあ、2年前の話してる。初めて見た時はびっくりした、うん、ふわふわの金髪にクリクリの瞳、デイジーにウリ2つだったのだ。あら、お近づきの印にデイジーをプレゼントした。少々古いが気に入ってくれた。アップルパイが好きらしい。今度作っておもてなししよう。めっちゃいい人じゃん、お手伝いさん。デイジーをあげたら部屋がガランとしちゃったよ。実家からベンジャミンを送ってもらおう。いたね。うん。あ、ゼッタちゃんが怪我をしたらしい。また BGM 消えた？消えた。え、やめて。詳しいことは教えてもらえなかった。え？怪我をしてから初めてロゼッタちゃんが来た。なんだか前よりおとなしくなった気がする。え？服装もなんだか違っていた。タイツは好きじゃないって言っていたのに。マリーさんが作った赤いズキンは可愛いけど金髪が隠れてしまう。もったいないですねとマリーさんに言ったら、私もそう思うとおっしゃった。じゃあなんであげたのよ。耳？あ、え、赤ずきんちゃん。びっくりした。ロゼッタちゃんのお父さんが事故で亡くなったそうだ。本当に事故？マリーさんにとっては義理の息子にあたる人だ、うん、久しぶりにロゼッタちゃんが遊びに来た。手作りの花束がお土産だ。お父さんが亡くなって塞ぎ込んでいたらしいが、少しずつ元気を取り戻しつつある。ただ独り言が増えたみたいだ。しかも鏡に向かって話しかけている。どういうこと？時々ロゼッタちゃんがまるで別の人に見える。私は少し怖い。うん、2年前の日記のようだ。んー、ロゼッタちゃん一体何があったんだ？わあ、どういうこと？ロゼッタちゃんちゃん、え、怖い。ロゼッタちゃんの様子見に行くしかねえな。え、こっちだけ。あ、違う、こっちじゃない、下か。普通に寝てたわ。これがデイジーね。デイジー、うん、あー、どうしたものか。うん、どうしたものか。ロゼッタちゃん怖いな。二重人格みたいなね。え、ロゼッタちゃんがお父さん殺したとかないよね。やだな、なんか。あ、あの薬とかは、薬の、あ、薬の部屋かな。もうないか。行ってみよう。安眠効果とか、あれ待って、あ、体調、あ、あれか、赤いやつ持ってけばいいのか。あるかな。待って、これを見てから。うん、料理に使うとか、うん、あれ、あ、ここは開けないでおこう。うん、もうダメか、もうないか。風邪薬、あ、違うわ。うん、違うか、もうダメか、ないか、もう元気にならない、元気にならない。あ、これはでも意味ない。もうさっき見た。あ、もう見た。見た、これはさっき見た。うん、奥に行けないなね。他にも結構鍵かかってる部屋あんだけど。アップルパイ、あー、そっか。潰していく。そうね、検索検索。一体誰が
まさかロゼッタちゃんがおばあちゃんを、そんな、まさか。そんな、あるわけないよ。そうよね。そうよそうよ。知らないけど。私も全然知らないよ。適当に言ってるだけで。ちょっとここ調べとくか、怖いけど。うわ、びっくりした。この部屋、7年前から閉じたままだったんだ。手伝わなくても大丈夫だからって言われたけど、あの時ちゃんと片付ければよかった。え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？え？ロゼッタちゃんがちょっと変わっちゃった時だね。そうか。あ、え？あ、おお、え？どれ？え？どれ？多重人格ある。うわ、ちゃん、私多重人格が人狼症だと思うんだよね。うんうんうん。ちょっとまず安心毛布のページ読もうか。何かに執着することで安心感を得ようとしている状態。幼児がお気に入りの毛布やぬいぐるみを肌身離さず持っているのはこの状態である。通常成長の段階で執着はなくなっていくが、成長後も執着が弱まらないこともある。うん、そういえばお手伝いさんもぬいぐるみを大切にしてたっけ。確かにね。うん、じゃあお手伝いさんはこの安心毛布だったんだね。うん、じゃあ人狼症。動物への変身や自分は動物であるという妄想を抱く症候群。へえ。発症すると自分を人間以外の動物であると認識し、その動物と似通った行動をとるようになる。へえ。憧れを抱く存在への同一化行動の一種である。また動物は狼に限らない。あ、いろんな動物になり得るのか。こんな病気もあるんだ。いや、髪よく。僕はボボボボボ。なまっちゃった。僕はって。僕は違うよね。狼に憧れてないし。うん。多重人格のページ。辛い出来事から逃れるため記憶を乖離し、結果的に人格を複数に分けてしまう精神障害。ああ、続きのページがなくなっている。うわ、大事じゃん一番。絶対これロゼッタじゃん。ロゼッタじゃんね。多重人格だよね多分ね。だよね多分ね。これしかないかとは。うーん、なさそう。7歳の時にね。ね、小学1年生かな。小学1年生の時にお父さんが亡くなったのか。そうか。これは読んだよ読んだよ。僕のおじいさんやおばあさんが狼かもしれないってこと。ちょっと怖いな。うっすらほこりが積もってる。元はおじいちゃんの部屋だったのかな。お、役箱の中に何かある。何？真鍮の鍵？どこの鍵だろうこれ。どうだろう。どこだ？行ってみよう。とりあえずね、ちょっとまずこのなんかおばあさんのこの箱。あ、違ったわ。鍵かかってる。このマリーさんのとこもあったよね。ここ。うん、あ、違うわ。こっち。え？あれ？どこもあかんぞ。どっか他に鍵かかってるとこあったっけ。ん、真鍮の鍵。ちょっとこのカミーユ君の独り言。事件の手がかり少しでも見つけられないかな。とりあえず入れる部屋をもう一度調べてみようか。調べてんだよ。ちょっとアイテム見てみるか。家の中で使えそうな部屋はない。ほん、そうだよね。うん、なんだ部屋ないんじゃん。家の中で使えそうな部屋はない。あ、ダイニングの鍵発見で。鍵はいっぱい手に入ったけど。そうだね。ダイニングどこだ。こっち。あ、ここだ。すごい。どうしてまた BGM が消えるの。この部屋だけ雰囲気が違う。
のはいつものことか。いつものことってねえ、ご先祖様に見られてるみたいでちょっと落ち着かないんだよな。ああ本当だ。へえ、誉れ高き剣の腕前だったそうだ。うん、薬を始めたのはこの人だったようだ。ここに、ああこの場所、そうだよね、ここにあったんだよね最初。もしかしたらここに確か旦那さんの肖像画があったんだ。写したんだね。うん、何これ、立派な剣、王室から賜ったものらしい。わお、どっしりと構えている。なんかさ椅子が変な。本当だ、一個だけ、なんで忘れてる。テーブルの下に何か落ちている。浴室の鍵。ねえ、浴室って怖いよね。怖い、なんかやだねえ。いや常に BGM いてくれマジで、ね、上はでも残りそうで見たか。そうだよね、やだ。下か、こっち。あー、もうやだ本当に。うう、入っちゃいけないところに入っちゃったって気がする。なんでかな、いつも泊まるときは貸してもらってるのに。え、最初さ女風呂だからなのかなって思ったけどそういうわけではないんだね。いつも貸してもらってる。今は何も入ってない。こっち、まだ開封してない石鹸がある。え、ああ、いつ見ても立派なお風呂。そもそもうちにはシャワーしかない。タオルが入って、うわ、赤い水に沈んでいる。うっ、怖い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 、鉄みたいな匂いがする。死なのか、ただの水になっている。やだよ本当に、さよなら。はあ、なんだよなんだよ本当に。でも何も手がかりなかった、うん、どうしよう、困ったな。ただ怖い思いしただけじゃないか。なんか独り言を言ってくれないかな。いやもう調べなきゃ調べなきゃ。部屋、ちょっとヒントレベル2にしたいレベルだ本当に、ね、ちょっと2にするか自分に優しいから。ちょっとめっちゃ光っとるがあ、そういうこと、なんかわかりやすい、うん、ページに紙切れが挟まっている。ロゼッタ、ロゼッタリセット、スター、はこれはロゼッタちゃんの字かな。サインの練習？すごい光ってたよ。ねえ。あれ？光らなくなっちゃった。光らなくなっちゃった。もう一回入り直せば光る？光らない。あれ？光らなくなったな。ロゼッタ。ロゼッタ。何だったんだろう？ロゼッタ。何だったんだろう？マリーさん、光るの気にしない方がいいのかな。どうなんだろう。いや、これ調べられる部分だよってこと。なんだよあー、これか。壁に赤いシミがあった。思わず肖像画をかけ直したなんだ今のは。怖がりかな。うん、この壁にあったシミ、まさか血の跡。調べなきゃね、いろいろね。え、ここ気になるな。ここ気になる、何か絶対あるんだけどな。ね、わかんねえ、全然進まねえここも開けられないしな。でもちょくちょくさ見つけてんだよね、怖い要素をさ、うん、それがどこでこうちょっとずつ分かってくる。うー、びっくりしたー。何の音？こっち？調べられるようになってる。蓋が落ちている。箱の中に鍵がある。倉庫の鍵。どこ倉庫って？ここか？うわ。うわ、真っ暗、やだやだ。何か明かりがないと無理だな。うわ。明かりはさ、さっきなんかガス、なんだっけ？ガス？明かりが消えてた。ロゼッタちゃんの。あ、ロゼッタちゃんの、あそこか。
でもマッチも持ってるは持ってるんだよ。確かに。これか。待ってら、オッケー。ちょっとだけ貸してね。あとは火をつけるもの。マッチか。うん。危ね、間違えた。すごい。いやー怖い。行きたくないね。ね、行きたくないね。マッチ。すみません、マリーさんお借りしますと。こっちじゃないです。ここです。ああやだ、行きたくないよ。でも光ってくれてる。うん、ちょっと希望がある。ヒント大事。ヒント大事。光ってくれてる。進める暗い中で光ってくれてるから超わかりやすいね。うん、嬉しい。いや、なんか怖いものあるかと思ったけど、光があるからちょっとありがたいね。頑張ろうって気になる。頑張ろう、うん、いけないね。いけない。これ迷路みたいになってるのか。ん？あ、うん、え、何これ。木箱の蓋が開いている。布袋が中にある。うわー、誰かの手首が入っていた。 うわー、なんだこれ。誰の。そうだよね。もう、光がなくなっちゃった。私の希望の光。これか。鍵がかかっている。あー、さっき青銅製のね。ね、じゃあ赤銅製、うん、尺銅製。見たくない。わかる。そうだよね。帰ろうか。怖いな。え、ちょっとあの BGM さん、何か起こるの。やだよ、やめて。なんで BGM 消えたの。やめてよ。手が衝撃すぎた。それな。うっ、あロゼッタちゃん、いつの間にここに。あ、可愛くない。待って、なんか変わってる。目の色も変わってる。体の調子はもう大丈夫。ねえ、黙らないで。ロゼッタちゃん、いや、ええ、な、危な。え、何するの。ロゼッタちゃん、何するの。刃物とかダメだよ、怪我するよ。てめえ、包丁を見つけたな。あ、他にもいろいろと漁ってたんだろう。さすがは犬の鼻だな。ロゼッタちゃん、怖い。その慣れ慣れしい呼び方、蚊に触るんだよ。あ、何にせよてめえはいろいろと知りすぎた。さっさと帰ってれば多めに見ようと思ってたのによ。この家から生きて返すわけにはいかなくなった。なんだって。あ、ああ、怖い怖い怖い。ああ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 、どういうことなんだ。あれはロゼッタちゃん、まるで別人じゃないか。はあ、多重人格。とにかくなんとかしなきゃ。ドアが壊れる前に。あ、セーブできない。え、ちょっと待って、この中。あ、隠れても意味ないか。そもそも開かないし。え、どうしたらいいの。メモが落ちている。鍵はだいたい戸棚か引き出しの中にあります。いろいろ物が入っていますが、注意深く探してください。最近ロゼッタ用の薬を持って上がることがあります。お菓子のように見えても誤った口にしないでください。ロゼッタちゃん用の薬。あ、え、あ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 、よ。死んじゃうよ、もうダメだよ。間に合いまちぇんでった。めっちゃ綺麗に構えるじゃん。エンドゴ本当の狼。うえー、やっぱあのさ、赤ずきんは狼の耳を隠してた。あ、そういうこと。あなたは間に合わなかった。戸棚なんだっけ。戸棚か、タンス、うん、忘れてた。だけ。あ、でも ここからやり直せんだ。あったー。 OK。 アクセサリー、本物、違う。ここ、いろいろなもの、特に気になるものない。ここ、ここ、ここ、ここ。うん、
なんでくそ。え、なに割れてしまった破片の中に何あれ、聖堂の鍵、よし、ハートの薬、おーし、これはきっとロゼッタちゃんに、うん、よう覚悟はできてるか。おお、ハートの薬を口めがけて投げた。これで元に戻ってロゼッタちゃん。と思えばババアお手製の飴かよ。追い詰められて錯乱したか。え、嘘でしょ、全然聞いてない。ロゼッタ、おい、どうした。なんで返事しないんだ、なんで何も反応しないんだよ。あ、動ける、待って、セーブ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 、あー、できた。あ、怖い。怖い、呆然と立ち尽くしている。え、どうするの。え、うん、まあまあまあ、まさかあの薬じゃなかったのか。この部屋にはないのかな。ねえ、どうしたらいいの。光ってないもん。あ、うん、あ、お、ハートの薬試作2号、ロゼッタが口にしやすいよう飴で固めて仕上げた。服用時に表に出ている人格にバランスを寄せて安定させる。表に出ている人格にバランスを寄せて安定させる。え？うーん、え、じゃあこっちのロゼッタちゃんにバランス寄っちゃったんじゃない。大丈夫、うん、試作1号のように完全に消すことはできないが、もう一つの人格はほぼ抑え込めるだろう。な、なんだって。え、じゃあ、あ、それじゃあロゼッタちゃんは、おい、あ、どういうことか詳しく聞かせろ。あ、あの、あ、はい、お、あのババア、小賢しいもんつちち残しやがって。うん、どうしよう。探すしかないだろう。え、え、あ、同じこと言った。そいつに書いてあった試作1号、使えるとしたらこれぐらいだ、これぐらいだ、うん、でももう破棄しちゃってるかも。その時はレシピ探して下の薬部屋で作ればいい。レシピがなければ他の手段だ。諦めるって選択肢はないと思え。ああ、うん、なんとかするしかないんだよね。頑張るよロゼ、じゃないのか、ステルだ。ステルさん。ステルさん。ステルさん、はじめまして。あ、俺のことはステルでいい。さっさと行くぞ。男だったのね。男だったのね。男だけど、でもほら、中身が、中身っていうか体が女の子だからいいんじゃないか。ロゼッタちゃんが。うん。ステルになっちゃった。え、でもステルさんは意外とロゼッタちゃん思いじゃない？ね。はあ、片割れの人格って書いてあった。じゃあ改めて、いつかあのロープがね、ね、いや、ロープはでもあれ井戸のやつに、あ、そっか、あ、いつか飛ばしちゃった。マリーさんはそのステル君のこと知ってたの。直接には会ってないが、うすうす感づいてたみたいだな。へえー、マリーさんすごい、すごい、おお、布団をめくる、何もない、シーツを裂く、おお、そんなのダメだよ、せめてもっと探してからにして。あ、じゃあ枕を持ち上げる。 お、枕の下からノートが出てきた。もしかして日記。おい、どうした。試作1号について何か。読めないね。バーバー、日記に限って母国語で書いてやがる。母国語。あ、待って、ここだけこっちの言葉だ。月は東に、日は西に。関係なさそうだな、うん、あ、待って、めっちゃいい時間じゃね。お、あら、結構時間がいいところだから、次はじゃあステル
くんとハステルくんとカミーユくんの2人で探索から始めるか。始めましょう。おー面白くなってきたな、うん、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。